韓国での防衛白書が公開されましたが、日本を格下げ周辺国へとなり、日米が共に反応しています。日本政府は今後やはり扱いを検討するべきだと、国民の意見を入れていく方が得策でしょう。韓国にある F-35A ステルス戦闘機は一体どうなるのか気になるところです。しかし、中国のスパイとして動いているのかもしれません。国家全体でね。では、気になる F-35A 戦闘機の実情を見ていきましょう。日本の航空自衛隊と同時期2019年3月にアメリカから F-35A ステルス戦闘機導入を決定していた韓国に最初の機体が到着しました。同年末までに13機が納入される予定ということです。引き続いて翌年2020年には13機、翌々年2021年には14機がアメリカから引き渡される見込みとされ、3年間で計40機を購入するという予定が順調に進捗している模様です。では日本はどうでしょう。A 型および B 型の2タイプの F-35 ステルス戦闘機の購入が決定しています。数は合計で147機ということですから、韓国の40機は思いのほか少ないと感じますね。購入価格ですが、日本では2023年までに導入される F-35A/B ステルス戦闘機の平均単価が約116億円と報じられました。しかし、韓国は日本の価格より安く購入する契約を結んでいると言われています。ということは、アメリカは日本に高く売りつけたのか、と、勘ぐってしまいますが、ちゃんとした理由があるのです。日本向け価格が高いのは、F-35 ステルス戦闘機の技術移転、一部のみ、機体の最終的な組み立て、そしてメンテナンス用の整備場までを、すべて含めた契約になっているからです。韓国がアメリカと結んだ契約には、このような内容は含まれていません。つまり、韓国はアメリカで作った機体を購入するのみということです。実は、アメリカとの契約でも、特にメンテナンスが運用上のネックとなると推測されています。韓国政府はメンテナンス範囲については交渉の余地があるとアメリカに匂わせているようです。気を持たせているとも思ってしまいますね。もちろんアメリカとしては日本の整備場を韓国にも活用する方向で進めたいのが本音でしょう。しかし韓国側はどうでしょうか？韓国が日本の施設を借用して自国の戦闘機のメンテナンスをする。そんなことは想像しがたいですよね。そして政治的にもそんな事態はありえないと思われます。ただし、アメリカの考えは違うようです。2019年9月時点で韓国との契約にのっとり、韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機のメンテナンスは日本の整備拠点で行うようにという指示を出しているのです。言うまでもなく、この指示を韓国は受け入れたくないはずです。だからこそ、韓国内に
整備拠点を設置する動きを見せているのです。この事態の決着はなかなかつきそうにありません。もともとの韓国とアメリカとの契約には、韓国の F-35A ステルス戦闘機は日本もしくはオーストラリアに設置された整備拠点でメンテナンスを行うことが義務付けられていましたから、今さらそれをめぐって揉めるのはなんだかなという感じがします。ではアメリカはなぜこうした条件を契約に入れているのでしょう。それは F-35 戦闘機のメンテナンスまでをすべて含んだ契約を結んでいる。日本やオーストラリアへの配慮が一つと言われています。日本やオーストラリアには様々な条件付きで高い契約を結んでいるのに、後発の韓国はその条件がないというのでは確かに不公平ですよね。もう一つは経費の効率的な分配を考えた戦略のためと見られているようです。最大でも60機前後程度と思われる韓国空軍ですが、仮に韓国内への整備拠点建設を許したとしても、1機あたりの整備経費は逆にかなりの高額になると予想されます。また、韓国といえば、インドネシアとの共同開発を謳う国産の KFX。戦闘機開発計画の問題もあります。この KFX は 4.5 世代とも言われている。戦闘機でステルス性も備えていると思われています。当然世界の注目を集める機体の一つでもあります。開発計画はかなり前、2001年平成13年に韓国空軍士官学校の卒業式で当時のキム・デジュン大統領が発表しました。それから時を経て2019年、令和1年、10月、首都ソウルで開催された航空宇宙防衛展では、この KFX 戦闘機の原寸大のモックアップ、模型が初めて披露されました。しかし、共同で開発を行うはずのインドネシアの姿勢が積極的というより、逆に後退しつつあるように感じられるのです。というのは、同月末にインドネシア空軍の高官の発言があるからです。この人物は、アメリカの F-16 戦闘機の最新型である V 型ブロック70を購入する予定であると表明したので、インドネシアの意図が明らかになったというわけです。もともと、インドネシアは、経済悪化を理由に韓国と共同事業であるはずの KFX 戦闘機の開発にかかる分担金すら払えない状況でした。ということはアメリカから F-16V 戦闘機が購入できるのかと心配してしまいそうですね。さて問題の韓国の KFX 戦闘機ですが、韓国だけで120機すべてを調達するのに必要な経費は1機あたり140億円ほどとも言われていて、費用対効果では何とも不経済な金額に感じられます。ちなみにこの単価はインドネシア空軍が希望している F-16V 戦闘機を新規に32機購入した時の台湾の単価が約128億円でしたから、それを上回る金額です。ということは、メリットのない価格というのが明らかですね。最新の第5世代戦闘機である F-35A ステルス戦闘機をアメリカ本国で調達した場合の1機あたり価格は、
およそ84億円まで下落したそうです。これでは、KF-X 戦闘機の優位性はほとんどなくなったと言わざるを得ません。韓国が KF-X 戦闘機を当初の開発費単独金額で追加費用なしで120機製造したとしても1機あたり単価は約76億円という計算になりますから 4.5 世代機に見合う金額とは言えません。ただしインドネシアが目指す方向にも多少の問題はありそうです。それは東ティモールをめぐる問題です。1976年、昭和51年が続いた。インドネシアの東ティモール支配は2002年、平成14年の独立をもって終了したのですが、その後も混乱や紛争があり、インドネシアへの厳しい視線が注がれ続けていました。その結果、インドネシアと西側諸国との間には、溝が生じました。それを考慮した上で、アメリカは F-16V 戦闘機を、インドネシアに売却するのだろうかという疑問もあるのです。ということで、韓国に多少の希望はあるようですが、肝心の KF-X 戦闘機に根本的な問題が存在しているというのです。それは戦闘機の核心、コアともいえる重要な機関部を韓国内で国産できないという部分です。加えて兵装についても同じくアメリカやヨーロッパ企業に依存せざるを得ない状況なのです。韓国にとっては非常に悔しいことでしょうが、どうしようもないということでしょう。しかし、この事実は、日本はもちろん、多くの国が戦闘機の開発に関して直面している同じ問題と思われます。ということは、一国単独での戦闘機開発は、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国でしか実現することはできないのかもしれないと考えられます。